皆さんこんにちは、安河内哲也です。さあ、今回は皆さんにこの本を紹介したいと思います。2020年にやってきますね、東京オリンピック。そしてたくさんの外国人、英語で日本の文化や歴史を紹介できるようになりたいものですと私も思いました。だからこの本を作りました。自分の勉強、そして皆さんの勉強のためにです。さあ、まず1冊目は30秒でできる日本紹介おもてなしの英会話です。こちらは日本の風習、食べ物、日本のありとあらゆるものを30秒でシンプルな中学レベルの英語で説明できるようにまとめました。で、こちらでだいたい全体の日本の文化を説明できるようになったとしたら、今度は歴史、これも説明したいですよね。実はね、もう本当外国人に歴史たくさん聞かれるんですよ。この歴史が、紹介できるようになるために、こちらの方がちょっと分厚くてね、内容は濃いんですけども、忍者、侍、靖国神社問題、いろいろ入ってます。3問の質問に対してそれぞれ30秒で答えるためのシンプルな英語がたくさん収録されています。もちろんこの2冊音声もダウンロードできますので、ダウンロードした音声を使ってシャドーイングやリピーティング、そして通訳の練習をしてみてくださいね。これでおもてなし対策はバッチリです。2020年なんか怖くない。